とうございます。じゃあ行きます。はい、なんか肩左の方がお辛いかったりあります？お気づきいいですか？なんか硬いなんか撫でてる時点でなんか思いました。今お気づきになりました。はい、多分寝苦しくて変な格好でゴロゴロしてたんですね。はい、あ、はいはい、とにかくちょっと夕べちょっと睡眠のコンディションが全然良くなかったんで。あ、はい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 、そもそも寝た時間も遅いし、その後もすっきり眠れてないってことなんですね。やっぱ寝たり起きたりですよね。まあ、蒸し暑いですしね。まあ、そうですね、なんか背中どちらも硬いは硬いですね。ここの人ね、ピンポイントだ。痛いですね。いやでも足に比べれば、うん、まあそうですよね。でも痛いは痛いですけどね。そうですね。これは右ですね。右ですね、そうですね。意外とここは痛くないですね。そうですね、はい。ここは右が極端に痛いですね。はい。首で、ここ、やっぱ右ですかね。そう、右ですね。ですね。右肩すごいな。でもこっちからで言うとなんか左に感じるんですよね。このそうですね、はいはい。まあ歪んでるってことですね。そうですよね。やっぱ足元から来ちゃってるんですかね、これはね。もうあると思いますけどね。やっぱ右の方が上がってます。上がってますね。で今日は結構足がとても右に流れていますね。ここにあるので橋が、こっちがここなんで、だいぶでしたね。よろしくお願いします。こちら、はい、揺らしていきます。
します。はい。はい、どうでしょうか。あら不思議。そうですね。取れてますね。右肩触ってないですもんね。はい、やってないですね。なんでですかね。まあ、こちらが取れるとこちらも緩むという、まあ、つながりですよね。首触ってないですもんね。そうですね。なんですかね。ここまでですね、やったのは。ねね、はい。取れてますね。はい。ですね。はい。一応、まあ、これで、まあ、痛み取れてますね。はい。画面から伝わればいいですけどね、そうですね。どうなんでしょうね、どのぐらい伝わってるか。触ってないで痛くなくなるってすごいじゃないですか、はい、確かに不思議ですよね。まあこれずっと俺言ってますけど、ね、そうです、何回もやってますからね、これね、でもそんなこと言ってますけど、でもこれ本当何回やってもこれ不思議ですよね。確かにやっぱ普通の概念からはね、ないですもんね。なんかそのうち金粉出すんじゃないかと思います。はい、手から金粉が出るんじゃないかと。出ない出ない。実際に施術を受けると、はい、分かっていただけると思いますね。うん、そうですね。うんこなってますね。言ってますね。すごい。あ、でも気持ちいいです。太い。さっきの指で思ったのは、この辺が一番良くないかもしれないですね。こっちこっちは動いて、ここら辺が一番動きにくい。あ、うん、あとなんかこの胃後部のあたりが一番なんか弾力がないのかなっていう感じでしたね。あ、oh.